プロバスケットボールプレーヤーの川村ゆうきです。本当このような賞をいただけたこと本当に光栄に思ってますし、はい、すごく嬉しいです。まあ、若いうちから、まあ、いろんな経験をさせてもらって、まあ、このような賞をいただけたこと本当に嬉しいですし、若い選手がこうどんどんレベルアップすることによって、より、まあ、スポーツも日本全体も、まあ、世界中もこうよりこう活性化して、まあ、素晴らしいものになっていくんじゃないかなというふうに思うので、まあ、その一人として、まあ、この賞に恥じることなくこれからも精進していければいいなと思っています。でもやっぱり意識していることは常に継続すること、バランスのいい食生活を心がけることだったり、しっかりとした睡眠をとること、またトレーニングであったりとかバスケットボールのスキルに向き合って練習すること、それを常に毎日継続し続けることでいつか大きく成長できているっていうふうな、まあ、自分が待っているっていうふうに思っているので、まあ、何事も常に継続することを、はい、心がけています。疲れている時は正直あると思うので、その時 100% 出すことはできなくても、疲れて 50% の力しか出せない時はその 50% のうちの 50% をしっかりと出すことで、昨日の自分よりも少しでも成長できれば、そしてその積み重ねができれば大きく成長できるっていうふうに思っているので、まあ、困難な状況だったりっていうところがあると思うんですけど、その困難な状況の中でもその中でのベストを尽くすっていうことは常に意識しています。まあ、夏の大会を経て、まあ、本当に素晴らしい経験をさせてもらったので、まあ、この経験を生かして自分は次の目標である NBA っていうところを目標に、必ずこの夢を達成してたくさんの方にこう素晴らしいものをお届けできるように頑張っていければいいなと思ってます。本当に僕がやっぱり一番本当に大切にしていることは、小さなことでも常に積み重ねで毎日継続することの大切さっていうものを、まあ、バスケットボールを通して皆さんにお伝えできればいいなというふうに思いますし、まあ、どんな分野においてもすごく大切になってくることなんじゃないかなというふうに思うので、少しでも小さなことでも継続してみるっていう習慣を身につけてもらえればいいなというふうに思います。以上、プロバスケットボールプレーヤーの川村ゆきでした。